魔界、そこは悪魔どもがはびこる暗黒世界。この弱肉強食の世界で一人の悪魔が魔王の後継者として名乗りを上げた。ラハール。ラハールはその強力無比な力を持って他の悪魔たちを撃破、魔王の座についたのである。そして今、そう、そして今、エトナの空前絶後の大冒険が始まるのであった。っておい、ちょっと待て。ビスガイアディメンション2。今、魔界に新たな戦乱の炎が。史上最大の戦いがここに始まる。現魔王ラハール殿下、魔界一のダイナマイト先生ボディ、一応殿下のキャラ、この私エトナ、口を開けばラブラブラブ、愛の伝道師フロンちゃん、殿下に隠し子天使シシリー、妹って書いてあるだろ、調査に目的全てが不明、未知のアンノーンゼノリス、殿下がいるのに魔王候補バルバラ、まあ殿下が魔王じゃ仕方ないか。おいこれ、そしてその他無造無造のやつら、かかってきなさい、このエトナが安定してあげる。いけませんな、ラハール殿下。こうなったら僕の手を出すんだから。そいつはいただけねえな。俺も正しいなどとは思っていない。アホっていうやつがアホなのだ。いやー、一分ナレーションとかしてみたかったんですよね。貴様というやつは、まあ今から俺様が魔界流の戦い方、ちょっと待った、うわっ、基本はシンプルなシミュレーション RPG、 しかし遊び方は無限大、全てが詰まった史上最強のシミュレーション RPG、 それがディスガイアなのです。フロン、お前な、超ド派手な技の数々、その数実に300種類以上、遠くから攻撃してくる卑劣な悪党、仲間と力を合わせ敵地に乗り込め、持ち上げ&投げシステム、魔界のルールを決める暗黒議会。そう、いくら魔王であるラハールさんでも議会を通さなければ魔界の決まりは変えられないのです。今度のアイテム会は海が舞台、海に眠る財宝、あ、それは男のロマン、仲間と育んだ絆によってさまざまな効果が生まれる悪魔コネクト、そう、すべては愛、愛がみんなを強くするのです。今、魔界で新たな戦いが始まります。さあ、エトナさん、アイオンフロちゃん、史上最強のシミュレーション RPG、 ディスガイアディメンション2、3月20日発売予定、私たちの活躍楽しみに待っててね。にしても殿下、途中から静かでしたね。ラハールさんもタイトルコール言えばよかったのに。もう何もかもどうでもよくなった。まあまあ殿下、そんなふてくされないでくださいよ。そうですよ、ラハールさん。